ちょっと道を教えてほしいんですけど、深夜12時頃コンビニに入ろうと車を降りたところで声をかけられた。後ろ髪が長い金髪、白いシャツとジーンズで微妙にヤンキーっぽい感じの男だ。いいですよ、どこに行くんですか？コンビニの中で聞ようと思ったが、まあいいかと答えた。すいません、〇〇に行きたいんですけど。え？〇〇？わかりますか？ああ、わかるけど、ここからどのくらい時間かかります？そうだな、車で30分くらいかな。歩きなんですけど。歩いていくの？ 2、3時間かかると思うよ。大丈夫です、行かなきゃいけないんで。そうなんだ。じゃあ、この道路を北にまっすぐ行って、俺が一通り道を説明すると、男はありがとうございますと、なぜか深々とお辞儀をするように頭を下げた。思わず声が出た。お辞儀をした頭の後頭部に逆さになった女の顔がある。男が頭を上げるまでのわずかな時間だったが、上目遣いの白い女の顔が後頭部にお面をかぶったような形で張り付いていた。気をつけてね、と言って思わず出た声をごまかした。若い男は俺に背を向けて道路を歩き出す。その後頭部に顔はあった。金髪の長い髪、白い無表情の女の顔がみるみる嫌な笑い顔になる。見たらダメだったと思った俺は、急いでコンビニに入った。怖い。飲み物とお菓子を買って、支払う時に手がすごく震えてることに気づいた。店を出て車に乗り、エンジンをかけた時、コンコンビクッとなった。叩かれた窓を見ると、さっきの若い男がいる。心臓が飛び出るほど驚いた。ふぅ、と呼吸を整えて少しだけ窓を開け、何？と聞くのが精一杯だった。途中まででいいんで乗せてくれないですか？若い男はボソボソと言った。冗談じゃない、さっきのを見て乗せれるわけがない。いや、逆だから悪いけど、絞り出すように言ったと思う。断ると、男はそうですかと言って歩き去っていった。もう男の後ろ姿を見る勇気はなかった。男が行きたがっていた〇〇は、地元で有名な心霊スポット。山の中で夜中に一人で歩いていくようなところじゃないんだよ。なんだかわかんないけど、男が行きたいのか、女に操られているのか、どっちなんだろうな。俺も誘われてたのかと思うと、ゾッとする。途中まででいいんで、乗せてくれないですか？若い男は、ボソボソと言った。冗談じゃない、さっきのを見て乗せれるわけがない。いや、逆だから悪いけど、絞り出すように言ったと思う。断ると、男はそうですかと言って歩き去っていった。もう男の後ろ姿を見る勇気はなかった。男が行きたがっていた〇〇は、地元で有名な心霊スポット。嫌な笑い顔になる。見たらダメだったと思った俺は、急いでコンビニに入った。怖い。飲み物とお菓子を買って支払う時に手がすごく震えてることに気づいた。
店を出て車に乗りエンジンをかけた時、コンコンビクッとなった。叩かれた窓を見るとさっきの若い男がいる。心臓が飛び出るほど驚いた。ふぅと呼吸を整えて少しだけ窓を開け、何？と聞くのが精一杯だった。ああ、わかるけど、ここからどのくらい時間かかります？そうだな、車で30分くらいかな。歩きなんですけど。歩いていくの？ 2、3時間かかると思うよ。大丈夫です、行かなきゃいけないんで。そうなんだ。じゃあこの道路を北にまっすぐ行って。俺が一通り道を説明すると、男はありがとうございますとなぜか深々とお辞儀をするように頭を下げた。あ、思わず声が出た。お辞儀をした。あの、ちょっと道を教えてほしいんですけど。深夜12時頃、コンビニに入ろうと車を降りたところで声をかけられた。後ろ髪が長い金髪、白いシャツとジーンズで微妙にヤンキーっぽい感じの男だ。いいですよ、どこに行くんですか？コンビニの中で聞こうと思ったが、まあいいかと答えた。すいません、〇〇に来たいんですけど。え？〇〇？わかりますか？頭の後頭部に逆さになった女の顔がある。男が頭を上げるまでのわずかな時間だったが、上目遣いの白い女の顔が後頭部にお面をかぶったような形で張り付いていた。気をつけてねと言って思わず出た声をごまかした。若い男は俺に背を向けて道路を歩き出す。その後頭部に顔はあった。金髪の長い髪、白い無表情の女の顔がみるみる